加熱乾燥車加熱乾燥車とは、荷台部分に高効率で、大型の乾燥機能を備えた車両で、軽自動車から大型まで多種ある。メーカーによって乾燥車、布団乾燥車、寝具乾燥車などの名称がある。車両は、トラックタイプに限らず、バンの荷台自体に乾燥機能が付いたタイプもある。また、 車両に限らず宿泊施設など頻繁に使用する場合に用いられる設置型などもある。寝具乾燥加熱乾燥車は主に寝具の乾燥目的で使用されるが、寝具以外にも畳やマットも乾燥できる。花粉、黄砂、PM2.5、誇りアレルギーなどを懸念し、天日に布団を干すことを避ける家庭や観光庁、宿泊施設、老人、 自動施設などでの清潔保持のための需要がある。利用者の事業所、施設、家屋に出向き、その場で車両に搭載した加熱乾燥機に寝具などを入れ、加熱乾燥を行う。薬剤を使用せず炉内で熱源を発生させ、その熱源を利用した温風に変え、庫内の寝具などに当てる。1 0 0トの電源を用いるため、車種によっては発電機を搭載しているものもある。 遠石外線、オゾン機能がついたものや天日で干すのと比べて4倍の乾燥力と60倍の殺菌力を兼ね備えているものもある。害虫の駆除における効果としては、体内構成物質である、タンパク質が摂氏45度以上の熱で変性するものを利用した駆除になり、ダニとコジラミタバコシバンムシチャタテムシカビなどの駆除、殺菌、除菌に効果がある。 特に薬剤に耐性を持った害虫の駆除には、その他方法と比べても高い効果があり、薬剤の使用できない、シングルや、ベッドマットや、ベッドボトム、他薬剤を使うと、支障のあるようなものも乾燥でき、再度利用できるようになる。加熱乾燥者には大きく分けて、灯油、電気、ガスなど3種類で熱源を発生し、その熱源を利用した温風に変え加熱乾燥する。 熱から風に変える仕組みには直火式と熱交換式の2種類がある。加熱乾燥車は自動車メーカーが製造したシャーシに仮装業者が乾燥機の装置部分を仮装することで製作される。自動車メーカーは主に自動車として機能し行動を走れる状態にして販売し仮装業者は乾燥機の部分乾燥室を製造する。以下は 以前全国加熱乾燥協会を運営したメーカーと、現在も加熱乾燥車の製造、販売のシェアを持つ仮想業者を挙げる。ありがとうございます。